台湾的朋友们，大家好，我们是黑色 Jump， 我是曹宏泰，我是直燕佑里。ただいま、私たちはコンサートツアー中でございます。だからこのね動画もね、そうそう、ツアー中に撮ってるんですよ、合間に。北海道から。今北海道にいます。北海道。北海道で。この楽屋からこのね動画をお届けしております。はい。どうですか？聞きどころですか？もう本当にいろんなジャンルがありますからね。うん、まあ一曲で映画を見たような気分になれるのでね。そうね。だからまたその、うん、僕たちこう日本人的な感覚としてその音楽と映画っていうものをやっぱり選んでたりする部分もあるじゃない。そうか。だそれがやっぱりこう台湾の人にどういう風に伝わるんだろうなっていうのはそこはちょっと気になるからね。皆さんの意見もまた聞きたいですよね。うん、感想お待ちしております。映画ですか。なんだろうね。好きな僕はだからアニメの映画とか。はいはい、いますよ。だから台湾の皆さんわかるかな、スタジオジブリの映画とか好きなんで、あそこ行ったんですよ、9分、うん、9分がなんか千と千尋の神隠しのなんかねモデルってなったと言われている場所って聞いたことあったんで、台湾に行った時一回ね写真集書かれるのかな、行ったんだ、行きましたよね。で、あ、千と千尋のとこだと思ってすごいテンション上がったの覚えてます。僕もあんまりそこ詳しくないんですけど、そんなに映画館行かないのか、うん、ただキングスマンってあのアクションの、あーキングスマンだけはなぜか、あれちょっと好きなんですよねはい。まあ何より皆さんアーティストの皆さんが仮歌っていうのがあるじゃないですか。その仮歌がご本人なんですよ。それね、それを聞きながらね、その練習したり、まあ一部はレコーディングの時もその仮歌がね、うん、そのままアーティストの方だったりするので、すごくなんだろう、耳が幸せでしたね。うん、ゆうりさんの声とかさ、確かにね、やっぱよくね、こう YouTube だったりとかいろんなところで、うん、よくねゆうりさんの曲とか聞いてて、うん、なんかそのゆうりさんの歌声をまだ誰も知らない。ものを僕たちが先に聞けてる感じがして、なんか不思議な感覚でしたよね。ね、より出すことはね、ゆうりさんの声ではね、あんまりないから、それは贅沢な体験でしたね。そうですね、今回はアンサーソングみたいな形になりましたけど、うん、まあちょっと世界観も変わりまして。あの歌詞のテーマは何なんでしょうか。もう本当になんかでも、今までは家に呼んでたけど、今回はちょっと逆にしたくて、出てけみたいな形にしたくて、ね、Get out of my house っていう言葉にしたんですけども、知念さん何が起きたっていう感じですよね。まあだからまあ本来は結構強めな言葉なんでね、ちょっとあんまりこう言いにくいというかあれですけども、うんうんうん、ちょっとまあネタみたいなギャグみたいな感じなのでね、コミカルですしね、はい、そういう風に皆さんに受け取っていただいて楽しんでいただければなと思います。そうです。僕たちが台湾に行ったのは、まあ、3年前ぐらいになるのかな、もう。そっか、もうそうだよね。うん、2019年かな。うん、3年前に台湾に行って、また行きたいね。コンサートやりたいですね。うん。あの時はフライングもしましたね。フライングとかね。フライングとかして、なんかすごくこう、いつもね、温かく平成ジャンプが台湾に来た時は迎え入れてくれる、優しい優しいポヨンがいるので。うんね、ぜひまた会いに来たいです、ね、会いたいですよ、うん、本当にね。だからやっぱりこう、ね、国が違うけれどもホームだと思わせてくれるような皆さんの温かさにいつもね感謝してるんで、ぜひねまたそのね気持ちを直接伝えに行けたらなと思います。以上、平成ジャンプでした。これからも応援のほどよろしくお願いします。お願いします。再见。